誰？私たちの CCM が反応してる。なんだって？あ、消えちゃった。どういうことなんだ。なんか不気味ですよね。まるで敵のコンピューターが幽霊のように NCT 中をさまよってるみたいで。 NCT 中をさまよう。ニクス本部、聞こえるかしら？ええ、わかったわ。敵のコンピューターのありかが。なんだって？ジェシカさん、どういうことですか？僕にも説明してくださいよ。いいわ。今回の謎を解く鍵は、Nシティの地図にあったのよ。Nシティの地図に、どういうことです？待ってろ。今画像をお前たちの CCM へ送る。ありがとうございます。じゃあ説明を始めるわよ。最初のブレインジャックの報告があったのはバンたちのいる中央公園。そして次の報告では暴走した LBX はここ57番街をリバー通り方面へ移動していき、最後は東タウン1丁目に集まって大暴れした後に止まった。いやいや、そうです。でもこれで何がわかるんですか？コブラ、次はNシティの地下鉄路線図を送信して。了解。中央公園、57番街、リバー通り、そして東タウン1丁目。これって、実はNシティにある地下鉄の駅順とぴったり重なるの。本当ですか？ということは。そう。敵のコンピューターは地下鉄。正確には、運行中の地下鉄車両に搭載された状態で、
N シティ中を移動しているの。すごいですジェシカさん、どうやって調べたんですか？検索したの、私の頭の中をね。え？さあ時間がないわ、急ぐわよ。ヌディ、ゴー！ヘッ！ヤッ！ヘッ！テー
バトルスタート。相手の LBX スペックは把握済み。いけるわ。僕はガーディアン。コンピューターには触れさせないよ。なぜなら、それが世界のルールだからね。神谷康介、知ってるんですか？そいつはバンのこと覚えちゃいねえだろうがな。そいつはスレイブプレイヤーだ。ディテクターに操られている。スレイブプレイヤー？人間を操るだなんてひどすぎます。ディテクターは絶対、ディテクターは正義。どいてちょうだい。DX。 何言ってんの。こうなったら彼とバトルするしかないみたいですね。時間がないけど仕方ないみたいね。バトルスタート。3分で決めるわよ。実況戦に持ち込まれるとまずいわ。シャロールスター。やっ、美しく役目を果たすわ。美しく役目を果たすわ。ジェシカさん、先を急ぎましょう。Thank you.
Thank you.